テレトビズ3、2、1お願いします。 NTT 東日本とサンリオは対話ができるハローキティのコミュニケーションロボットを販売すると発表しました。今日の夕食は何ですか？地元の旬な食材を生かしたこだわりの創作料理を心を込めてお作りしています。ごゆっくりお楽しみください。このハローキティロボットは高さおよそ33センチメートル。身振り手振りをしながら人との会話をします。 NTT 東日本が開発したロボットをインターネットにつなげて対話や遠隔操作ができるロボコネクトの技術を活用しています。オフィスでの受付や観光施設や駅での案内、介護施設での使用のほか、子ども向けのレクリエーションなどを想定しています。リースの場合は5年契約で月額7万5900円からで、法人向けに今年8月から販売する予定です。